スチャレンジ。サクプリ。僕はもうサクプリと言ってます。エビのプリプリ感。プリプリエビがいっぱい。そうですね。語っちゃっていいですか。エビフライはエビを一匹食べてるだけですけど、エビカツは違うんです。全部がエビなんです。これエビなんですけど、これすり身なんです。これないと、もうただエビがちょっと入ってスカスカなエビカツなんですけど、すり身が入ることによってもうギュッと濃縮されたエビが入ってる。エビの旨味を閉じ込めてる。すり身で固めて油で揚げてあるっていう感じ。最初はジュワーン、それがだんだんジュワ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 パチ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 って感じで、そろそろもう上がってくるぞってね。スタッフにも、もう上げてくれって言ってるぞって言うんですけど、タイマーがなくてもできると。エビカツの上がってくる声、子供じゃないよな。子供じゃない。暑いから上げてくれって。あー、そういうのはあるかも。食べてると、エビがこんにちはって出てくるんですけど、大きいエビ、ちっちゃいエビ、大きいエビ、スリム、数えながら食べると美味しさと楽しみ両方感じることができますね。エビカツバーガーはエビのすべてが詰まっている。いただきます。数えてなかった。